フルビオ・ベルナルディには、イタリア・ローマ出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー。イタリア史上最高のサッカー選手の一人であり、サッカー指導者の一人であるとされている。SS ラツヨ、インテルナツヨナール・ミラノ、AS、ローマ、MADER でプレーした。1928年アムステルダムオリンピックに、イタリア代表のメンバーとして出場し、 銅メダルを獲得した。現役引退後、AS ローマ、ビチェンツァカルチョ、アクフ・フィオレンティーナ、SS ラツィオ、ボローニャ FC、UC サンプドリア、ブレシア・カルチョで監督を務め、1974年から1975年にはイタリア代表の監督を務めた。アクフ・フィオレンティーナでは、1955から56シーズンにセリエ A を制し、SS ラツィオでは、 1957から58シーズンにコッパイタリアを制し、ボローニャ FC では1963から64シーズンにセリエ A を制した。ローマ出身で1984年にローマで亡くなった。2012年にエースローマの殿堂入りに選出されている。ありがとうございます。